県内の特産品を集めた物産展が今日から仙台市内で始まり、多くの買い物客でにぎわいました。どうぞ。青葉区の電力ビルで今日から始まったのは、国道108号、通称石巻別街道と三陸道沿線の8つの市と町の特産品を集めた物産展、つなぐめぐる宮城美味街道です。東北電力宮城支店が特産品を通して地域の魅力を発信しようと開催しました。こちらは登米市のブース。郷土食ハットのほか、マスを使った新米のすくい取り体験など、地域のさまざまな特産品が販売されました。会場にはホヤなどの海産物や地酒などおよそ230点が並び、訪れた人たちは手に取りながら商品を買い求めていました。今日はお米、新米の季節なので入手しづらいところもあるのでもうちょっと考えて、でせっかくなので買ってみようかなと思って買ってみました。お米のビールみたいなのがあったから、家で留守番してる旦那のために 2,3 本買っていこうかなって。私も宮城県出身なんですけど、地域の特産品とかわからない商品もあると思いますので、ぜひこういう機会を通して地域の商品を手に取って、ご自身の目で、見ていただきたい。このイベントは電力ビル1階のグリーンプラザで21日まで開かれています。